一口駅名解説へようこそ。今回は、西武池袋線の、ひばりが丘駅の名前の由来について解説していくよ。ひばりが丘は、今でこそ市街地として栄えているけれど、昔は野原が広がっていて、そこにひばりがたくさんいたよ。明治時代以降は、竹林が増えてきたけど、そこにもひばりがたくさんいて、竹の花ひばり、という東京近郊の名所として知られるようになったよ。ひばりを鳥かごに入れて、泣き声を競う風流な遊びも行われていたらしいね。高度経済成長期になると、マンモス団地がこの地に整備されることになったよ。その時に、ひばりに縁のある土地ということで、ひばりが丘団地という名前が付けられたんだ。駅名もその団地から取って、ひばりが丘になったんだね。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。